はい、皆さんこんにちは。こんにちは。今日は丸ごの内田さんに来てもらってます。商品の説明があるということでよろしくお願いします。はい、今日ご紹介するのが、はい、クレオスプラス840番です。ほう、安全靴ではないですね。こちら今日は先進なしの作業靴ですね。はい、なんかメッシュですごいなんかスケスケですね。そうですね、非常にあのサイドにあのシングルメッシュを使っていて通気性が抜群なのと、クレオスプラスというのが別名が実はありまして、これかかとが踏めるくんという別名もあります。どういうことかと言いますと、これって結構認知されてるんですかね。踏めるくんはそうですね、我々の中ではあの踏めるくんシリーズっていうのが丸ごの中で売り上げナンバーワン商品になりますので、もともと先進入りのフメル君っていうのが非常に人気があったので、先進ない方にもその便利に履いていただけるんじゃないかというところから始まった企画になるので、こういった形でかかとを踏んでも戻ってくる。最近ありますよね、そういうのね。そうですね、この元祖といったの元祖ですね、元祖のシリーズですね。で、まあ、どういったところがいいかというと、両手が塞がったままでも脱ぎ履きができるんですけども、なので引っ越し屋さんとか運送業の方とかですね、そういった方に非常に、あの重宝していただいているタイプの商品になります。引っ越し屋さんがよく出る。他は何でしょう。電気屋さん、電気屋さんそうですね、とかですね。あとはまあ先進が入ってないので、例えばその介護系の施設とかにも、面白い、ね、はい、あのベッドメイキングとかするときにもやっぱ脱ぎ履き多いと思いますし。はい、そういった形で使っていただけるように、まあ、清潔感もありますし、あとはやっぱそういった施設っていうのが冬でも暖房ガンガンで結構暖かいですね。やっぱり病人の方とか、まあ、ご老人の方とか施設入ってる方、結構やっぱり寒いとことかってあんまないと思うので、どうしても働く方からしたら蒸れやすい環境にあると思うんで、そういったところでこういった通気性を持たせてるっていうのがありますね。あと色が黒、ね、そうですね、真っ黒と真っ白があるんですけども、ね、はい、ですよね、はい、ぜひとも。そうですね、はい、サイズも 22.5 からありますので、そういった女性の多い職場にも、上が30、28ですね、はい、30までないということですね。はい、じゃあぜひとも、はい、クレオスプラス840番、フメル君、フメル君よろしくお願いします。いつもご視聴ありがとうございます。チャンネル登録をお願いします。スマートフォンの人は下の概要の部分でチャンネル登録を、パソコンの人は画面をクリックしていただければチャンネル登録できますので、ぜひともよろしくお願いします。